吉田さん、古い車ってオーバーヒートっていう言葉がよく出ていたんですよね。で、そのオーバーヒート問題によって、せっかく車買ってもなかなか楽しめなかったりとか、環境によってはね、乗ることがすごく不自由したりとかっていう歴史があったんで、まあそうですね、最近の車はいいですよね。軽自動車でもでかい車でも、そのエンジンがね、焼き付いて走れなくなるみたいなことがなかったです。私が幼い頃、小学生の頃に、よろしくメカドックっていうね、アニメがあったんですけども、確かにオーバーヒートしたシーンで、ボンネットを開けてね、エンジンをかけたままにしておいて、エンジンが冷めるのを待つみたいなシーンがあったんですよ。あれ、ボンネットを開けて、エンジンを切って、冷やすと、実はね、あんまり冷めないらしいですよね。エンジンを回した状態で、ボンネットを開けると、そのエンジンが回った状態で、こう空気を取り込むんで、どんどん冷えていくけどっていうことだったんですよね。まあ、もちろんエンジンを切るにしてもつけるにしてもそれなりのまあリスクがあると思いますんで、昔はね、そこに頭を痛めたことだと思います。でも最近はね、車オーバーヒートしないですよ。私もね、ナイト2000は40年前の車ですから、熱に非常に弱いんで、今の時期30分走るとね、温度が100度以上になって冷却水がもう沸騰しますね。で、120度ぐらいになるとボンネットから湯気が湧くんですよ。もう慌ててエンジン止めないといけないです、そういう時は。吉田さんも R34 でスカイラインで経験されたと思いますけども、信号待ち渋滞は本当にね、ハラハラドキドキですよ。安心全然できないです。温度がカン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 上がっていくのを見ながらね、おー冷めてくれ、渋滞冷めてくれとかね、渋滞溶けてくれとか思ったりとかして、もう道の横に寄せて、もう本当ボンネットを開けるみたいな感じです。ただね、やっぱり冷めないんですよね、暑いから。外気が熱いと、ボンネット開けるぐらいじゃ冷めないですよ。仰いだりとかね、なんか水かけたりしますけども、まあ、ダメですね。まあですんで、アメ車乗りはね、大体夏場はあまり走らないんですよ。まあ、秋とか春ぐらいに走って、冬は冬でね、なかなかエンジンがかかりにくいということもあったりとか、だからチューンアップしないといけないでしょうね。カスタムして、いろんないじっていくみたいなことです。まあ、車検ね、BMW も車検の時期ですか。早いですね、1年ってのは。私の場合車検に100万以上かかったんで、まあナイト2000のね、支払い金額も当に1000万超えたんですけども、まあカスタムしてるって言えばしてますからね、独特なカスタムを。まあでも BMW ホイール80万ですか。やっぱ本物っすね。物が高いと付属品も高いし、まあ逆にね、ホイール4本で4万5000円っていう、そんなのはね、つけたくないですもんね。まあナイト2000はホイールこそね、ボーリングホイールキャップって言って、ボーリングの玉みたいなやつをかぶせてるんですけども、あれもやっぱオリジナルなんですよ。ホイール自体は、普通のオリジナルの中にね、オリジナルっていうか、普通の既製品の上にペタッと貼り付ける形なんですけども、やっぱり特別品なんで売ってないですよね。だから、車ってのは金かかります、本当に。でも、金のかかる趣味ができない一生なのか、ああ、これは、金使ったよねっていう風に言えるような趣味を持ったのか。もちろん見方によっては趣味というね、カモにされてるだけとも言えるんですけども、確実に思うのは、私はこの不況の中で経済をガンガン回してるなっていう、そんな実感あります。ガソリン代も高くなったと言いますけども、強がって言えば気にしないでバンバン入れますね。それこそ毎月ガソリン代結構かかります。やっぱり支払いがね、6万超えるとなると、いや、ガソリン代払ってるなって気がしますよ。車はね、でも不思議なことに、3台持ってても4台持っててもガソリン代変わらないんですよ。当たり前ですけどもね。維持費がプラス3台分、4台分になるだけで、ガソリン代自体はね、走行距離ですから。こっちの車に乗ってる間、こっちの車は走ってないですからね。まあでも本当暑いんで、車に乗ってエアコンバンバンにかけても、最新の車でもね、冷える前に目的地に着いちゃいますね。だからこう、私の田舎町はこの木陰っていうのがありますんで、あぜ道を行きながら山道のね、こう木が生い茂った木のトンネルの中ファーッと行くとね、ほんと気持ちいいですね。暑さも遠くから感じるんですけども、もうね、深夜のうちに冷えたアスファルトの上を走ると車がさーっと急速に冷えていきます。それがなんか田舎道を走る醍醐味かなと。鹿児島はどうですか。山道もあると思いますけども、やっぱりね、こうトンネルのように木や草が生い茂ったような、そんな道ってのはあるのかな、どうでしょうかね。まあでも今の時期、毎日のように私もね、
ドライブしてます。大和くんと一緒の時はベルファイアで、大和くんがいない時はセルシオで、ナイト2000は一人の時でみたいな感じですか。まあでもね、本当にすごいですね。ヒーヒー言って中古車をなんとかごまかして乗っていた時期もあったんですけども、あれから10年、全然違う人生と全然違う価値観、同じ日本に住んでいながら日本の見え方が今全く違います。ある時は味方のような、ある時は敵のような、そんな感じですね。かつてね、10年前はね、どこを向いてもなんで自分に不利な条件ばかり突きつけられるんだというふうに思ってましたけども、その条件自体は変わらないんですけども、不利だと感じていたものが今は有利にできているかなと思います。最近ね、政見放送を聞いてて、何回も聞いてるんですけども、消費税が上がった分法人税が下がっているみたいな議論があるわけですよ。まあそれはずいぶん前から知っていましたんで、私はね、だから法人を作ることによってうまく制度を利用しているというふうに思っていたんですね。確かに税金ってのは消費税ね、払わなくちゃいけませんけども、例えばね、売上を年間1000万以下の会社というふうに分社していくと、実は1000万円以下の会社ってのは消費税の支払い義務がないんですよね。そもそも吉田さん、私たちの商品って消費税かけてるんですかね。いや、私はね、非課税のつもりで商品作って売ってるんですよ。だから売上が大きく出た時っていうのは、やっぱり何千万か出た時っていうのは、もらってもない消費税を払わなくちゃいけないんですよね。だからなんていうのかな、消費税が預かり税っていうこの解釈は違うというふうに思えるんですよ。預かってないですから、預かってないのに払わないといけないんで、つまりは消費税をお客様からもらっていようがもらっていまいが、企業が売り上げを1000万以上上げたら消費税っていうのが発生しますよっていう、そういうふうなね、立て付けなんですよね。で、私の理解はこうなんですよ。でも多くの消費者さんはあくまでも消費者が払って企業がそれを納税するっていうふうに思ってるんじゃないかなと、消費税っていうね、あの言葉の通りに。でも実際は違うんですよね。なんか売上税というのかな、売上を一定額上げた会社に払うことを義務される税金っていうふうに考えてますね。だから最初から1000万円以上の売上が見込める会社ってのは1割増しで商品の価格をつけるっていう解釈で、多分こっちの方が法的には正しいと思うんですけどもね。でも多くの人の思い込みってのはもうね、消費者が負担してそれを企業が預かって預かり税で、そしてそれを納税するから、商品を売っといてね、納税しないなんてのは1000万以下だろうが何だろうが企業が益税をしてるんだみたいなね、感覚になってるんじゃないかなと思うんですよね。まあいろんな勘違いがありますけども、多数の人が勘違いして進んでるとすればね、何のことに関しましてもその勘違いに合わせないといけないような場面がね、結構来るなと思いますよね。消費税に関してはやっぱりこう企業経営をしていてね、ほとんどの人は企業経営しないんでわからないと思いますけども、多分消費税の解釈はね、多くの人、消費者の方が間違ってるなと思いますね。というふうな形でね、税金の話になりましたけども、吉田さんの BMW もいっぱい消費税払ってるような感じですね。さあ、じゃあいってらっしゃい。